ヤマハオックス66のリア側、ヤマハオックス66は1984年12月にヤマハ発動機が公表したフォーミュラ2用のバンク角75度 V 型6気筒5バルブのレシプロエンジン。ヤマハ発動機がハイパフォーマンスにつながるエンジン開発として1980年頃から開発を開始した。設計コンセプトとしては 高性能 EG メンテナンス軽量コンパクト広いパワーバンド等である蒸気の設計コンセプトを実現させるために高速高性能エンジンとして F2 であれば国内開発で実践対応が可能ということでプロジェクトとして実施された開発当時 F2 では BMW とホンダの両社がエンジンを提供していたが限定供給ながらホンダが V6 エンジンで高出力で高成績を収めていたので、ホンダに対して優位性を持つように開発が進んだ。レース参戦は、研末裏レーシングサービスとパートナーシップを結んで実施した。国際自動車連盟は、1985年から F1 直下のカテゴリーを、フォーミュラ3000に変更したが、日本自動車連盟は F2 を4年間継続すると発表したので、ヤマハは、 オックス66の開発を公表して市場供給するように決断した。レーシングエンジンの V6 エンジンでは不等間隔爆発におけるトルク変動よりもコンパクトさが優先される。ヤマハはホンダよりもコンパクト化を重視してバンク角度を強角バンク角に設定した。コンパクト化と同時に軽量化を図るためにシリンダーブロックをアルミ鋳造とし、カム駆動を ベルト化して徹底した軽量化を行っている。アルミブロックに中鉄製ウェットライナーを挿入して、ブロックの変形がシリンダー内面に直接伝わらないようにしている。またウェットライナーにすることで、シリンダーが摩耗した場合にウェットライナーの交換のみで済み、イージーメンテナンスという目標を達成している。カムの駆動もベルトドライブを採用して、 軽量化とコンパクト化と EG メンテナンスを実現させている。エンジンはシリンダーブロックとヘッドの間にガスケットを挟んでヘッドを規定トルクで締め付けているがガスケットの厚さが締め付け後一定の厚さにはならない。そのためギアドライブではヘッドをブロックに締め付け後用意した何組かのバックラッシュの異なるギアを選んで取り付ける必要がある。バックラッシュが大きすぎると ギアトレーンに振動が発生し、ギアを破損してしまう恐れが発生する。ベルトドライブにすると、このような調整が不要で、単にテンショナーで適切な針をベルトに与えるだけで、対応が可能となる。通常のベルトドライブでは、クランクシャフトとカムシャフトをダイレクトに結び、かつベルトドライブの中で1、2に減速して駆動させているが、OX66 では、一度ギアで1、2に減速後、 一対一の速比で左右盤ク別別のベルトで駆動している。これはカム側プーリーをコンパクトにするためである。プーリー系はベルトの屈曲疲労と噛み合い、山数の関係で小径側プーリーで決定される。通常のダイレクト駆動ではカム側プーリー系はクランクシャフト側プーリー系の場合となり必然的に大きなプーリーとなる。そこでオックス66は 原則はギアで事前に行い、カム側プーリーの小景化を行い、エンジン全幅を狭くしている。オックス六十六は、変バンクに2個のアイドルプーリーと1個のテンションプーリーを用いて、左右バンクのウォーターポンプと、左バンクのオイルポンプ等もベルトで駆動している。アイドルプーリーを用いるのは、プーリーの噛み合い山数を増して、山辺の先端応力を小さくする手法であるが、その反面、 身体の屈曲疲労を進めるデメリットもある。主要な補機はすべてエンジン全端でベルトドライブによる駆動系でシンプルにまとめられエンジン全長の短縮に貢献している。オックス6 6の発表時と1985年シーズンは燃料供給装置とイグニッションも電子制御を採用している。燃料供給装置は日本電装製の電子制御燃料噴射が 採用されている。基本形式はスピードデンシティ方式でスロットルバルブ回路による補正で空気温度センサーやエンジン回転数センサーによる補正が組み込まれている。インジェクターは当初吸気管の真上に設置してデリバリーパイプに近づけであったが吸気管の側面に取り付け v バンク間をデリバリーパイプからゴムホースで接続する方式に変更になった。 燃料噴射に合わせて、イグニッションも電子制御を採用した。吸気側カムシャフトの後端にパルス発生器を設置して、イグナイターに点火タイミングを知らせる。イグナイターは各バンクに1個ずつ、コイルはバンク内に6個設置して配電している。1986年の量産仕様では、燃料噴射はボッシュの機械式に変更になった。調整が ボッシュの機械式燃料噴射の方が楽なことで採用になった。機械式燃料噴射では、ボッシュはルーカスよりも制御要素が一つ多く、噴射量制御が割合正確にできるためである。エンジン回転数によって体積効率は異なるが、それに合わせてボッシュは制御が可能であるがルーカスはできない。燃料噴射のポンプは V バンク内に設置されたので、 今まで設置していた6個のコイルが収まらなくなった。そのためコイルを変バンク1個に削減してディストリビューターで配電する方式に変更した。なお燃料噴射ポンプは左バンクの吸気側カムシャフトによりベルトで駆動され V バンク後方のそれまでシャフトが延長されている。1気筒あたり3個の吸気バルブと2個の排気バルブによる5バルブを採用している。ヤマハは すでに大型バイクで5バルブを使用しているので、その技術を OX66 用に流用した。ホンダは4バルブでバルブ面積を稼ぐために、φ 9 0 x 5 2 3 m、mm、m と、長ーとストロークを採用したため燃焼室が変平となり、極低不い期で燃焼が安定しなかった。OX66 は5バルブを採用で十分なバルブ面積が確保できるので、 ファイ 85.07X58.5mm として、高回転域での出力を確保するため、ショートストローク構成としたが、燃焼室の扁平化を避け、高回転域と低回転域の両側で燃焼が安定するようにして、高出力でかつ非常にパワーバンドの広いエンジンとしている。吸気バルブは、排気バルブよりも体型であるので、重量も重い。 そこで、吸気バルブの数を増すことで、吸気バルブ全体の完成質量を下げて、バルブ駆動出力の減少を図っている。3本の吸気バルブは、一直線上に並ばず、中央のバルブが端に寄せられている。しかしバルブステムの延長線は、3本ともカムシャフトの中心線を通り、バルブはすべてダイレクトにカムシャフトによって開閉される。ヤマハは、 発表当時全日本 F2 選手権のみに参戦予定であったが富士グランチャンピオンレースにも合わせて参戦するように方針転換をした GEC 参戦に関しては市販化が前提になるので1986年からの市販化が必要になった GEC では規則でマフラーの設置が義務付けられるのでその開発が必要となったマフラーに関しては F2 でも1985年から必要になった。マフラーは、各、バンクごとに排気管の出口に設置するようにした。実際のレース参戦は、1985年は、エンジン開発のため限定供給で1986年から希望者に対して、レンタルする形での供給を行った。1985年は、ジェフリースと松本刑事の限定供給を実施した。 F2 では、マーチ 85J で、リースが最高3位で、選手権6位。松本が最高 2GC では、MCS6、マーチ842で、リースが最高5位で、選手権7位の成績を収め、ホンダと同等のパフォーマンスを持つと判定されたので、1986年の市販化が実施された。1986年シリーズでは、 オックス66の供給をヤマハからチームにリースして指定のチューナーでのメンテナンスを実施する体制で実施した GC で9名 F2 で11名が使用したユーザーの増加に対しては松浦 RS のみではメンテナンスができないので透明エンジンと小川自動車もメンテナンスを担当するようになった GC 第2戦でジェフリース GC 第3戦で 松本刑事が優勝して、最終的にはリースがチャンピオンとなった。F2 では合計4戦で優勝を獲得としたが、チャンピオンは獲得できなかった。しかしながら、オックス66のオーバーホール費用が、従来の BMW の2から3倍になることが分かり、チームからヤマハに対して価格ダウンの交渉がされたが、ヤマハはこの要望を拒否した。そのため、チーム側は、 来年度から F2 を F3000 に変更する要望が大きくなり、JAF、チーム、競技開催者の三者懇談が実施された。JAF は F2 を4年間継続することを主張したが、チーム側と競技開催者側は参戦コストが低下できる F3000 への移行を強く要望した。その結果、1987年は F2 から F3000 へ移行することになり、 ジャフの主観する全日本選手権から F3000 は1987年は除外されることで決着がついた。1987年は鈴木アグリと飯田薫がヤマハで GC に参戦した。GC も F2 とエンジンを共用しているので F2 から F3000 への移行に関しても事態を見守り車両規定でバランスを取る方向で F2 と F3000 エンジンのバランスを取る方向を模索していた。最終的には、OX66 搭載車は、昨年より車重が最低車重 560kg と 10kg 重くなったが、F3000 エンジン搭載車は、車重が 610kg で 9000rpm のレブリミッタを搭載する。音量規制は、全車対象で強化された。鈴木は、軽い車重で、 F3000 エンジン搭載者と互角に戦えるという判断であったが F3000 エンジン搭載者のパワーは大きく優勝はできなかったが成績としては最高順位は予選4位、決勝3位でシリーズ3位の好成績を収めた。ありがとうございます。